笑顔が描かれた紙袋をかぶった遺体となって発見された地元の中学生佐々木英介。その様子は18年前に起きた未解決の連続少女殺人事件、さらには都市伝説エミオと酷似していた。鈴木実の調査と並行して行方不明の兄を探し続ける久世刑事と、再会を願う義江の力になりたいと思った君は、失踪当時の誠の写真を入手するため義江の元を訪れた。見せてもらったアルバムに写る久世純子は、母親の形見の髪留めをいつもつけていた。誠が失踪したその日に純子はそれをなくしてしまったらしい。君はアルバムの中から久世誠の写真を1枚借り受け、さらに鎌田警部に協力してもらって、久世誠の現在を予想した似顔絵を手に入れることができた。警察署から事務所に戻ろうとした君は、突然の上原刑事の呼び出しで幸福駅前へとやってくる。だが上原刑事がどの店で待っているのか君は知らされていない。上原刑事がいるお店は、幸福駅前って結構お店あるんだよな。上原刑事、探偵くんなら来ればわかるって言っていたけど。昼間とは全然雰囲気が違うな。通行人のタイプも違うみたいだ。上原刑事は見当たらないな。酔っ払いがたくさんいる。酔っ払いの人たちの声で騒がしい。常連だったりしてって思った店だ。まさかここ？なんてね。顔だね。お、さすが、無事にたどり着いたんだね。あ、上原警部。今日の俺はオフなので上原さんって呼んで。あ、はい。で、上原きさん、僕なら分かるって無茶ぶりすぎませんか？ごめんごめん、悪かったって。あ、証拠ママ、この子俺の連れ。ん、この坊やが神ちゃんの連れにしては若い子じゃないか。とりあえずこっちおいでよ。あの、まあ座りなって。はい。証拠ママ、彼にも俺と同じものを。え？
どうぞ。まあまあまあ、まずは乾杯したらどうだい。カミちゃん待ってるよ。そうそう、これはお酒なんだよな。あのすみません、僕未成年で。わかるさ、坊やが未成年だってことくらい。え、大丈夫、それはお酒じゃない、麦茶オンザロックさ。麦茶オンザ、ただの麦茶ってことだよ。なんだ麦茶が。うん、お酒が欲しかったのかい。あ、いいえ違います。あれ同じものってことは、もしかして神原刑事のも。まあ何はともあれ乾杯だ。何に乾杯にしよっかな。よし、じゃあ俺たちの良き出会いに乾杯。乾杯。ところで何かあったんですか。急に来てほしいって言われてびっくりしましたよ。実はね、紹介したい人がいるんだ。紹介？さ、こちらの翔子ママ、スナック翔子のマスター兼ママさんだよ。翔子ママはね、この町のことなら何でも知ってて、幸福市の主って言われてるんだ。この町のことなら何でも。ちょっとカミちゃん、あんたこの子に何を吹き込んでるんだ。人は年寄りみたいに。あはは、すみません。もしかしたらいろいろ聞けるかもしれないな。俺、坊やとは前からゆっくり話がしたいと思ってたんだよね。なんで坊や呼び？翔子ママは幸福市の主だよ。翔子ママは幸福市の主だよ。まず話を聞いてからにしよう。あ、坊やも今の聞こえちゃった？え？あれ、聞こえなかった？俺の腹の虫の音。神ちゃん、今思いっきり自分の口で言ってたじゃないさ。ちょっと小腹も空いちゃったな。ねえ、坊や。あ、もしかしてその主から話を聞きたくなっちゃった？そんな、俺の方が坊やとお話ししたいのに。いつも探偵くん呼びなのに。でもさ、その前に何か注文しない？何がいいかな。翔子ママのお店はつまみ系が最高なんだよね。ちょっと小腹も空いちゃったな。ねえ坊や。
神原刑事と僕以外にお客さんはいない。じゃあママさんに注文しましょうか。あーちょっと待って。相手は幸福師の主だから、声をかけるときは機嫌を損ねないよう礼儀をわきまえようね。あ、はい。すみませんママさん、大変恐縮なのですが。ああ、なんだいかしこまって、神ちゃんの言うこと真に受けちゃってるじゃないさ。私のことは普通に呼んでくれりゃいいんだよ。え？何かつまむものが欲しいんだろ。ちょっと待ってな、今用意してくるから。神ちゃんも坊やと話したいみたいだしね。あ、はい。わあ、さすが証拠ママ。神原刑事と話して待ってよ。さて、じゃあ俺とおしゃべりしよう。神原さんはこのお店の常連なんですか？そうそう、あれは確か1年くらい前だったかな。なんとなくふらりとこのお店に入ったら、証拠ママとすごく馬が合っちゃってさ、それ以来よく来るんだ。行きつけのお店があるのはなんだかいいですね。でしょ、大人って感じだよね。それはそうかも。証拠ママとはなんだか馬があってね、よく来るんだ。証拠ママ落ち着いてて貫禄あるでしょ。まだ30代半ばだけど、もう10年以上このお店を一人で切り盛りしてるらしいよ。10年以上もですか？ねえ、すごいよね。10年以上も一人で切り盛りするのすごいよな。どうしたの坊や、なんだか様子がおかしいね。なんで今日は坊や呼びなんですか？それは坊やが坊やだからさ。全然答えになってない。まあこれについては訳があるんだけど、もうちょっと待っててね。つまりどういうことか、もう気づいていると思うけど、おそらく証拠ママしか知らない情報もあると思ってる。そうですね。18年前の事件に今回の事件、もしかすると何か耳に入っているかもしれないんだけど、俺が証拠ママから話を聞くのは 100% 不可能に近い。そこで探偵君の出番ってわけさ。どうして神原刑事だと聞けないんだろう。神原さんでは話が聞けない。そう、
俺だと難しいんだよね、これが。俺だとダメなんだよ。ママさんから話が聞けないっていうのはどういう？証拠ママは警察が嫌いなんだよ。え、なんでですか？そりゃあんた、警察ってのは選ぶってる割にいざって時にはちっとも役に立たないからさ。はい、枝豆とポテトサラダにナスの浅漬けだよ。やったー、ありがとう証拠ママ。ここのポテトサラダ美味しいんだよね。ふん、神ちゃんは今でこそいい客だけど、正体を知ってたらそもそも店に入れやしなかったよ。証拠ママが戻ってきたよ、ゴーゴー。俺じゃなくて、証拠ママに声かけて。なんだい？ママさんは過去に警察と何かあったんですか？そうだね、いろいろあるっちゃあるけど、数年前にお客さん同士で殴り合いの喧嘩があったんだよ。慌てた別のお客さんが警察を呼んでくれたものの、さっぱり気やしない。だからここは一丁私の出番かねと思って、得意の柔道技で締めてやったのさ。柔道技？とっとと金払って出て行きなって、叩き出したところにようやく警察が来たよ。その時の警察さ、なんて言ったと思う？はい、神ちゃん。証拠ママに向かって、犯人確保！まあそんなとこさね。ほんとしょうもないわ、警察って。そんな感じでさ、警察は選ぶってるくせに、いざって時にはちっとも役に立たないんだ。そういうところが気に入らないのさ。警察は嫌いだよ、選ぶってるくせに、いざって時には役に立たないからね。神ちゃんはほんとと出禁にしてやろうかと思う客だったよ。神原さんは一体何を？私が警察のことが嫌いなのを知ってか知らずか、まあ余計な質問ばっかりしてきてね。そんな質問されたら酒も料理もまずくなるだろうが、出てけって言ったんだけど、出ても俺が懲りずにまた入るわけだって、いいお店なんだもん、ここ。まあ私の根負けってとこかね。聞き込みとか捜査とかしないなら別にいいよってことにしたのさ。ありがとうね、証拠ママ。警察は嫌いだけど、今となっては神ちゃんはいい常連さんさ。なあ坊や、あんたこんな話を聞くためにわざわざこの店に来たのかい？その…ちょっと神ちゃん、あんたの連れだろ、この子は何なのさ。え、
何って、そりゃ探偵くんだよ。はあ？あ、はい。僕は宇津木探偵事務所の者です。探偵？カミちゃん、ん？久しぶりに顔見せたと思ったらそういうことかい。警察関係者じゃないからセーフだよね。まったく、これだから警察は。はあ、しょうがないね。で、何が聞きたいんだい？何でも聞いとくれ。カミちゃんに情報量たっぷりもらったからさ。情報量？何のことなの、証拠ママ。うちで一番高いボトルを下ろしといたよ。今度来た時、しこたまお飲みよ。情報量にしちゃ安いもんだろ。ねえ、探偵の坊や。神原さん、ありがとうございます。探偵くんってちゃっかりしてんね。知ってることなら話してあげるさ。最近、幸福市で男子中学生が奇妙な姿で亡くなっているのが発見されたという事件があったんですが、ご存知ですか？奇妙な姿？はい。遺体の頭には紙袋がかぶせられていたんです。テレビで見たよ。嫌な話だね。一瞬ママさんの顔がこわばったような。でも私が知ってるのはテレビでやってた内容くらいだね。テレビで知ったことくらいだね。ママさんは18年前にこの町で起きた連続殺人事件のことを知ってますか？
18年前？はい、10代の女の子が相次いで殺害されたというものです。そんな事件があったのかい。坊やが探偵とはね。この人に見覚えありませんか？心当たりはないね。そうですか。この人に見覚えありませんか？うちには来たことないと思うね。あ、そうですか。お、探偵君、それ誰の似顔絵？久世刑事のお兄さん、誠さんの似顔絵です。一体どうやって入手を？企業秘密です。うわ、やるな。坊やが探偵とはね。知ってることなら話して。今回の事件の手口がその18年前の事件と似ていたんです。ママさんなら何かご存知かなと思ったんですが。18年前ね。え、18年、坊やが探偵。ママさんの表情、入店した時と比べると違うような。18年前ねえ。もう俺に構ってる場合じゃないぞ。何でも聞いてくれよ。今回の事件についてこのお店を訪ねてくるお客さんから何か聞いたりしていませんか？どんな些細なことでもいいんです。噂話でも構いません。そりゃ店に来る客には中学生ぐらいの子がいる親もいるからね。事件の話だってするさ。なんであんな場所に子供が一人で行ったのかとか、残された親が気の毒だねとかさ。でもそれくらいさ、あんたたちが知りたいような話はないよ。18年前、坊やが探偵。あ、もしかしてママさんはここが地元というわけではないんですか？え？ああ、そうだよ。私がここに来たのは店を開くちょっと前さ。あ、そうでしたか。じゃあ当時のことはご存じないんですね。悪いね、力になれなくって。あ、いえ、ありがとうございます。ってわけで、あんたたちが欲しがるような話は私持ち合わせてないんだよ、本当に。うん、高い情報量になっちゃったね、カミちゃん。まあ、ゆっくり飲んでいきな、麦茶。あ、お腹空いてたら追加で何か作るよ。ママさんから情報は聞けないのかな。
てあるな。あ、サイン色紙なんかも飾られている。誰のサインなんだ。大沢東郎、聞いたことあるようなないような。お、不祥事を起こした芸人さんのサインだ。ん、食品衛生責任者宮下道夫。よし、ちょっと聞いてみよう。あの、もう一つ質問してもいいですか。いいよ、私で分かることなら。お店の翔子って名前はママさんの名前ではないんですか。え、翔子ママは翔子ママでしょ。多分違うと思うんですよ。へえ、面白いじゃないか。私の名前当ててみてよ。マジ。ママさんの本名は、ちょっと坊や、誰だいそれは。勝手に私の名前を決めるんじゃないよ。ふざけるのもいい加減によし。とっとと帰りな。カミちゃんはできんだよ。なんてね、冗談だよ。すみません、もう一度答えさせてください。ママさんの本名は、道夫ですよね。道夫。はい、ママさんの本名は宮下道夫さんですね。神ちゃん、あんたとんでもない子連れてきたね。え、じゃあ、坊やの言う通りだ。私の本名は宮下道夫さ。そうなの？翔子、あ、いや、ママ。坊や、あんた大したもんだね。気に入ったよ。いやー、こりゃすごいや。ありがとうございます。じゃあそんな坊やに特別に
昔の話を聞かせてあげるよ。昔？あ、おそらくそれはあんたらが聞きたい話のはずだよ。さっき坊やは18年前の事件のことを聞いてきたけど、本当は私生まれも育ちもこの町だから18年前の事件のことはよーく知ってるんだよね。本当に？ああ、それどころか私エミオってのに合ってるんだよ。え？ママさん、エミオ？ああ、知ってるさ。この町のもんだし、こういう商売やってたら嫌でも耳に入るよ。っていうか、今テレビで大人気じゃないさ、エミオってやつ。私、ガキの頃めっちゃ荒れてたんだよね。ああ、理由は適当に想像してくれりゃいいよ。で、17歳のある日、人生で最低最悪なことがあって、もう全部がどうでもよくなっちゃってさ。こりゃもう生きてても仕方ないなって思っちゃったんだよね。周りの大人も警察も。誰も助けちゃくれないしさ。それで町外れの道端に座り込んで、どうやって死んでやろっかなって考えてたんだ。そしたら急に悲しくなっちゃってさ、この私が珍しく泣いちゃったんだよ。涙ってもんはなんで出たら止まらなくなるんだかね。ずっと膝を抱えて泣き続けてたら、足音が近づいてきて私の目の前で止まったんだ。ち、またスケベなおっさんかよ。こっちはそれどころじゃねえんだよと思って顔を上げてみたら、変な袋をかぶった男が立ってたんだ。当時事件の噂にはいろんなものがあってさ、どれが本当かなんて分かんなかったけど、私は一目見て、ああこいつが犯人なんだなって思ったよ。でもまあ、こっちは死ぬ気だったから別に怖いとも思わなかったね。ただこんなへったくそな笑顔が描かれた紙袋をかぶった変態に自分は殺されるんだ。ああ私の人生って何だったんだろうとか思ったら、もう逆におかしくなっちゃってさ、私思いっきり笑っちゃったんだよね。笑った？そうさ、大の大人がこんなんかぶって何してんだとか、もういろいろ考えたら笑いが止まんなくなっちゃって。そしたらその男、何もせずにそのままどっか行っちゃったんだ。笑うといなくなる。エミオの都市伝説通りだ。このことがあって以来、なんか私吹っ切れちゃってさ。おまけに物事がいろいろといい風に転がり始めたんだよ。で、一大決心して家を出て他の町で頑張って働いたんだ。その後それなりのお金も貯まったから、この町に戻ってきてこのお店を開いたってわけ。そうだったんですね。ちなみにね、
店の名前には翔子をつけようってずっと思ってたんだ。あの時笑ったことで人生が変わったから縁起がいいと思ってね。それと宮下道夫のことはもう忘れようって思ってさ。あの時私の中で道夫は死んだんだよ。とまあ結果はオーライなんだけど、思い出して愉快な話でもないからさ。今まで誰にも話さなかったんだよ。それにさ、こういう話ってみんな聞きたがるじゃない。そんな客ばっかりになるのは嫌だし、だいたい噂好きの客なんて一回聞いて満足したらもう来ない。普通そんなもんだしね。私はね、それよりもっと実りのある話ができる店にしたかったんだよ。人それぞれ背負ってるものは違うけど、ここへ来てそれがちょっとでも軽くなってくれれば。あの事件で犠牲になった子たちの供養にもなると思ってさ。翔子ママ、エミオンに会ったママさんは笑ったおかげで間一髪で助かって永遠の笑顔だけを手に入れたみたいだな。私が話せるのはこれくらいかな。私が話せる。聞けそうな話はこのくらいかな。それにしてもエミオに実際会ったことがある人がいたと。森本めぐみの前にもエミオは現れたか。同一人物なのか、はたまた別人なのか、考えてもまだよくわからないし、今日はそろそろ失礼しよう。ママさん、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。探偵君もう帰る感じ？俺車で来てるからさ、送るよ。翔子ママ、お勘定お願い。あーや、坊やもまたおいで。お酒が飲めるようになったらお祝いでもしようじゃないか。神ちゃんのおごりでさ。当然一番高いボトルだよね。言ったね、覚えとくよ。ありがとうございます。あ、そういえば、ん？さっき話したエミオなんだけど、そいつ私の前に立った時にエミコって言ったんだよ。エミコ？エミコ、私は道夫だよって思わず笑いながら言い返ちまったよ。そうそっかしい変態だよ、まったく。じゃあね、気をつけて帰るんだよ。神ちゃん、安全運転でね。もちろん。さ、行こっか。翔子ママ、ごちそうさまでした。あ、はい。それでは失礼します。ごちそうさまでした。いやー、探偵君、来てくれてありがとうね。まさかこんな話が聞けるとは思ってなかったよ。上原刑事こそ、呼んでいただいてありがとうございました。さすがに酔いも冷めちゃったね。そもそもお酒飲んでいないですけどね。あはは、その通りだ。
ごめん、俺から質問していい？一体どうして翔子がママの本当の名前じゃないって分かったの？カウンターの奥に食品衛生責任者修了証が見えたんです。そこに書かれている名前が宮下道夫だったので、あれって思って。上原刑事の話では翔子ママがここのお店のマスター兼ママさんということでしたし。すごいね探偵君。はい、目はいいんですよ。裸眼でどっちも 2.0 なんです。何？ 2.0 って、いや、いろいろと恐れ入ったよ。ありがとうございます。よし、じゃあ帰るとしますか。車あっちに止めてあるんだよね。はい。どう、面白い人だったでしょ翔子ママ。はい、気持ちのいい人でした。でしょでしょ、みんな翔子ママと話すとファンになっちゃうんだよ。俺もその一人。あ、いっけね、先輩に一報入れとかなきゃ。何か分かったら必ず連絡しないと怒られちゃうからね。あー、もしもし、神は…神、今すぐ家まで来てちょうだい。先輩の家に行くぞ、何かあったみたいだ。ようやく落ち着きを取り戻した久世刑事は、その夜起きたことを僕と上原刑事に語り始めた。今日帰宅するとき、誰かに後をつけられたような気がしたのよ。気のせいかと思ったから戸締まりをしてリビングにいたの。すると、誰かが私の部屋の前を通りかかったの。そのまま通り過ぎたから、住人の誰かが非常階段を降りていくんだと思った。でも足音が明らかに私の部屋の前で止まった。そしてドアのところで何かをする物音が聞こえ始めたのよ。私、物音を立てないようにしながらドアに近づいたの。そしてドアスコープを覗いてみたのよ。エミオがここに？驚いて私、倒れてしまったの。その物音でエミオは逃げたみたいね。先輩、俺ちょっと辺りを見てきます。まだどこかにいるかもしれない。待って、私も行くわ。でも先輩、
大丈夫。私も刑事よ。わかりました。ただし、先輩は俺から離れないでください。わかったわ。行きましょう。探偵君、悪いんだけど、留守番を頼むよ。もし何かあったら、すぐ連絡して。わかりました。お気をつけて。流れで、一人で留守番することになってしまったけど。いくら刑事とはいえ、女性の一人暮らしの部屋を、エミオの姿をした何者かが訪ねてきたとすれば、相当驚くことだろう。恐怖とともに、身の危険さえ覚えるに違いない。でも、あのクゼ刑事の怯え方は、かなりのものだった。普段の彼女のイメージとかけ離れているように思う。しかし、エミオと見られる人物は、なぜクゼ刑事の家を訪ねてきたんだろう。まさか、クゼ刑事を狙って。だとしたら、目的は何だ？もしかして、今回の事件を追っていることに気づいて襲おうとした？ん？何かが落ちてる。ネクタイと封筒が落ちてる。そうか。これらが入った箱がどこかから落ちたんだな。どうしよう。勝手に触るのはまずいかもしれないけど。このままにしておくのもな。このままにしておくのよくないかな。箱が落ちている。このままにしておくのよくないかな。やっぱり拾ってテーブルに置いておこう。箱は中身をしまって机の上に置いといた。箱は中身をしまって。換気するのにちょうどいいサイズの窓だ。棚だ。きれいに整理整頓されている。クゼ刑事の性格が現れているようだ。女の人の部屋をじろじろ見るのは良くないよな。そういえば、エミは泣いている少女の前に現れるんだったな。悲しい少女か。クゼ刑事もお兄さんが行方不明になっていることを考えると、悲しい少女ではあるが。ただ、クゼ刑事はもう大人の女性だ。だからこそなぜここに？という謎が深まるんだけど。どうでした？エミオはいましたか？いや、不審者を見たって人も特にいなくて。その代わり、ドアポストにこんなものが挟んであったんだ。
エミコ。先輩、本当に一人で大丈夫ですか？何かあったらすぐ呼んでくださいよ。ええ。神、ありがとう。それでは、失礼します。クゼ刑事のお家にエミオが現れたですって？そうなんだよ。しかもその人物はドアポストに妙なものを入れていったんだ。くしゃくしゃの紙にエミコへと書かれてて、紙止めがセロハンテープで貼り付けてあったんだよ。やだ、気味が悪いわ。ただいろいろと気になることがあってさ、推理に付き合ってくれる？もちろんよ。ドアポストに入っていた紙はクゼ刑事に宛てたものだと思われる。その決め手は？紙に貼り付けられていた紙止めだ。あの紙止めはクゼ刑事が子供の頃に持っていたものと同じものだった。本当に？ヨシエさんが見せてくれたアルバムの中の写真に同じ紙止めをつけた幼いクゼ刑事が写っていたんだ。あの紙止めはクゼ刑事が大事な家族からもらったプレゼントなんだ。それは、お母さんからの贈り物だ。あの髪留めを子供の頃のクゼ刑事は宝物だと言って毎日身につけていたらしいんだけど、ヨシエさんは誠さんが失踪した日以来見ていないと言っていた。ん？それじゃあ手紙に貼り付けられた髪留めが？もちろんクゼ刑事のものだと決まったわけじゃない。そんなに珍しいものでもなさそうだし。クゼ刑事は何か言ってたの？特に何も。でもあの髪留めを見た時のクゼ刑事の反応がまず気になったんだ。多分気づいていたんじゃないかと思う。自分が持っていた髪留めと同じものだって。でも本人が言わない以上、僕が口にすることじゃないから。確かにそうね。あ、そういえば
なた、南第三中学校に行ってきたんでしょ？滝口くんからどんなお話が聞けたの？滝口くんから聞けた話は、どれも基本的に聞いたことがある情報ばかりだったんだけど、実は自分から話したいことがあったんじゃなくて、僕たちに聞きたいことがあったんだよ。え、一体何を？滝口くんは佐々木くんが殺されたんじゃなくて自殺なんじゃないかと考えたようなんだ。うん？佐々木くんに殺されるような理由はない。最近の様子から見て自殺を疑うべきだ。ただ新聞を見てもよくわからない。そこで探偵の僕たちなら報道されていない情報を何か知ってるんじゃないかと考えたんだよ。そうだったの。でも佐々木くんが発見された様子からは自殺というのは考えにくいわよね。そもそも異様な事件だし、私たちにも犯人の動機自体がまだ見えない状況だけど。そうなんだよね。だからその場では何も言えなくて、滝口くんには僕たちが必ず事件を解決するよって約束をすることしかできなかったんだ。そう。滝口くん、そういうことだったのね。あ、そうそう、福山先輩にも会っていろいろ話したよ。福山先輩って、その生徒思いの面白い先生だね。うん。なゆみちゃん、君がいつも先輩のことを笑いながら話す理由がよくわかったよ。ねえねえ、ん？福山先輩のこと好きになった？ライクの方の意味でね。よかった、あなたなら先輩とも仲良くなれそうね。確かにもう少し深く知りたくなる人ではある。そうだ、ママさんの話もしなきゃ。それと今日はすごい情報も入手できたよ。何？神原刑事から幸福市の主とも呼ばれているスナック翔子の翔子ママを紹介してもらったんだけど、なんと18年前にエミオに遭遇したことがあるらしいんだ。助かった人がいるっていうの？そうなんだよ。一体どうやって？ママさんの話によると、エミオの前で大笑いしたら何もせずに立ち去ったって。出会った時に笑うと立ち去る、都市伝説そのままじゃない。そうなんだよ。だからすごく驚いちゃって。都市伝説って何々したら殺されるっていうような話が主流だし、誰が言い始めたのかわからないものだらけだけど、実際に会って生きていた人がいるとなると急に現実味が出てくるわね。そうだね、もうただの都市伝説とは言えないというか、
それにママさんが会ったエミオと久世刑事の家に来たエミオらしき人物が同一人物だと言えるかもしれない理由があるんだ。本当？ママさんから聞いた話と久世刑事の家に残されたあの紙、この二つにはある共通の名前が出てくる。それは恵美子だ。恵美子？人の名前よね。うん、多分ママさんは恵美子って声をかけられたと言っていたし。ママさんの名前が恵美子ってこと？それが違うんだ。どういうこと？久世刑事の下の名前も恵美子じゃないわよね。そう、久世刑事の名前は純子だ。ああ、ママさんも本名は宮下道代で恵美子じゃない。じゃあ恵美子って一体誰なのかしら。全くわからないよ。事件の謎は深まるばかりだけど、あなたが冷静に向き合ってくれているおかげで着実に真実に迫っている、そう感じるわ。そうなのかな。そうよ、自信を持って。今日も大変な一日だったわね。本当にお疲れ様。そういえば久世刑事の家に落ちていたあの箱、やっぱりそのままにしといた方がよかったかな。ん？どうかしたの？うん、ちょっと気になってることがあるんだ。久世刑事の家で一人で待っていた時、箱が床に落ちててさ、中身も出ちゃってたのに気づいたから拾った方がいいかなと思って、中のものを箱に戻してテーブルに置いたんだけど、ちょっと勝手なことしちゃったかなって。微妙なところね。入っていたものにもよると思うけど、新品っぽい封筒と赤茶と白かなのストライプのネクタイだったよ。ネクタイ？模様のようなものも入ってたけど、どんなものだったかまでは覚えてないや。ねえ、久世刑事ってよくネクタイを締めてるの？え？別に毎日会ってるわけじゃないからな。でも僕は締めてるところを見たことないよ。私が警察署でお会いした時も閉めてなかったと思うし、ちょっと気になるから調べてみるね。ん？うん、何か分かったらまた教えて。ところで明日なんだけど、もう一回幸福駅前で聞き込みをしてみようと思うんだ。分かったわ。何か新しい情報が得られるといいわね。言えば鎌田警部の具合が悪そうだって言っていたわよね。あ、そうそう、今日本人に会って話が聞けたんだ。警部、無理な体勢になったせいでぎっくり腰をやっちゃったんだってさ。そうだったの？大変なのね、刑事さんの仕事って。